こんにちは。30代のフリー関西人やらしまってるドスコイ言うんですけどね、今日はこれホテルモントレグラスミアですわ。そう、今日ねいつもお世話になってるエリミさんがねこれ撮ってくれたんですよ、このホテル。うん、でね、今日はここで一泊して、で明日エリミさんとね待ち合わせというか、まあ、このホテルの、ロビーで待ち合わせして、なんかねどこ連れてくれるらしいんですわ。もう言えてないわ。どっか連れてってくれるらしいんですわ。うん、どこ連れてくれるんやろね、全く聞かされてないんですけどね。うん、ちょっと今日楽しみにしてます。うん、とりあえずまあちょっとチェックインします。うん、おー、なんか入り口すごいね、格式高いね。ここ JR 難波ってね、南海難波とかちょっと離れたところ JR 難波さんあるんですけど、その JR 難波の駅の真上なんですわ。だこの下 JR 難波地下駅なんですけどね、その真上。良さそうやね。エリミさんに撮っていただいたのでね、値段とかも見てないし、どんなとこやろ、多分、ね、景色いいと思うんですわ。どっち向きの部屋か、どっち向きの部屋だったとしても多分ね景色いいと思います。多分まあ北向きの方が、まあ、大阪のややもっと中心というかの景色になるか、ビルが多いと思うからね、フリー関西人好みの部屋やとは思うんですけど、南側でもまたそれはそれで味わい深いというか、ステレオタイプの大阪の街並みが広がるというか、まあまあええわ、とりあえずチェックインします。すごいね。もしかして高級ホテルかいな。あらー、すごいね。フリー関西人のミニアマルエントランスですな。はい、チェックインさせてもらいました。28階です。28階の50っていう部屋。もう28階としてね、もう絶対いい景色ね、決まってるわね。いやー、嬉しいわー。で、今日はね、いくらの部屋なんかは、もうエリミさん近く取ってもらった部屋やからね、そんな取ってもらった部屋の値段を調べるなんて申し訳ないから、調べません。うん、でこの部屋なんですけどね、あれ掃除中うん、2850って書いてるからね、2850やからね、なんか置いてあるけど、まあ別にいいんですけど、うん、なんかあれですよね、なんかバグが起きてるんやろうね、やっぱ全然いいんですけどでこれね、こうなってるし、ここもこうなってるからね、これ入っていいんかなっていう感じなんやけど入らせてもらいますけど、一応ね2850って言われて2850来ただけやから、まあ、問題ないとは思うんで、これで怒られることないと思うんで、怒られんかったらええからね。なんかいっぱいいろいろ書いてあるね、なんかこんないっぱい置いてあるの珍しいね。うん、パジャマのご案内とかね、まあ別に来ませんけどね。で今日の景色は、うわー、めちゃめちゃええやないですか。なんやこれは。大阪ドームが目の前に丸見えです。これ今大阪ドーム言えへんのか、京セラドームかな、まあ、命名権を売ってるんですよね。まあそれはいいですけど、あれ高速ビル、高速ビルじゃあもう言葉でええへんわ。高速道路も丸見えでね。めちゃめちゃ言えないですか。だからこれは北側じゃなくて西側を見てるんやね、これ。向こうの、この高層ビルも、これ、弁天町かなんかの高層ビルでしょ。タワマンとね、ビルでしょ。いやー、すごいね。さすがエリミさんやわ。ドスコイの好み分かってらっしゃる。まあでもちょっとね、なんかこんなんあるし、これ従業員用のやつでしょ、これね。あるし、まあ、ここなってるからね。ちょっと言いに行こうか。いや、全然いいんですけど、別にクレーマーじゃないですよ。ね、なんかこれ、いいんかなって思うからね。多分なんかスタッフの人が間違えたんやと思うから、うん、ちょっとこれ、一応言いに行こう。うん、クレームじゃなくて、報告というか、ちょっと言いに行きますわ。うん、もうええか、これ。このまま置いといたら勝手に持っていくでしょ、スタッフの人。ねえ、わざわざなんか、受付の人に言ってなんか来てもらうのはあれやから、もうこのまま置いとくわ。いいでしょ、それね。これもう一回入って。ここ、そうしよう。あー、気持ちええわ。この高層ビル見ながらね、こんな部屋の中でのんびりして、これ勝ち組の昼下がりちゃいますの。いやー、気持ちええわ。一日だけでもね、一日だけでもこんなね、しがないフリー関西人がね、勝ち組の一日体験、ね、一日駅長さんとかあるでしょ、今日は僕、一日勝ち組です。よし、まあ一日だけでもね、勝ち組だった記念に、ちょっとお酒でも買いに行こうか。このフリー関西人シリーズね、めちゃめちゃお酒ばっかり飲んでね、ほんまになんか、こいつやっぱり酒飲みなんちゃうかーってね、飲んだくなんちゃうかーと思ってる人もいるかもしれないですけど、家ではほとんど飲んでませんので、うん。で、ちょうどね、そのお酒買いに行くときに、ちょっと、フロント行ってね、ちょっと言いますわ。一応ね、
ちょっと僕の部屋の前にね、掃除用具一式置いてあるんですけど、って言って。全然いいんですけど、もしなんかね、その、なんか従業員の方でなんかいろいろ不都合があったらあれやからね。なんかあれかな、フリーカサジがそれを言うことによって、ここの掃除の当番の人、当番っておかしいけど、ここの部屋のね、掃除のスタッフの人怒られたりするんかな。なんかそういったら申し訳ないね。内部事情はわかりませんのでね。まあ、ちょっと、とりあえずちょっと一言言いますわ。別に怒ってませんよってね、言ってね。そしたら多分ここの掃除の当番の人もね、怒られることはないと思いますんで。うん。なんかうっかりミスしたと思うわ。僕ね、前の坂井東の動画でも言ったけどね、てかずっと逆光やね。ずっと逆光。まあまあいいんですけど。僕 ADHD ってね、問題抱えてて言ったでしょ。で、ADHD ってね、ああいうことようするんですわ。そう。掃除は全部終えたけども、ああって言って、後でこれ片付けようと思ってね、違うこと始めて、ああ、忘れとったみたいなことよくあるんですわ。気持ちめっちゃわかるんです。もう明らかに、あの掃除用具一式置いてあるのはね、そういう失敗してあるから、前頭葉が多分うまく動かなかったんですよ、その時だけね。そう。そういうこと誰でもありますから、別に馬鹿にしてるんちゃいますよ。で、ああってなるのもめちゃめちゃ気持ちよくわかるから、だから僕はこのね、部屋を掃除した人がね、怒られてほしくないんですわ。そう、その気持ちよくわかるからね。だからどうやったらいいかな、どうしたらみんなウィンウィンになるやろって今ね、あの、強制はどうも見ながら考えてます、今。どうしたらいいかな。インタビュアーさんどう思う？インタビュアーさんもよく言うことあるやろ。ね。ADHD の気持ちよくわかるやろ。てか、インタビュアーさん自身も ADHD やろ。な。だってこの前車大破して買い物下手っていうの発覚したし、同胞やろ？な。だから、インタビュアーさんもちょっと考えて、どうやったら、ここの部屋掃除した人がね、怒られずに、で、あの掃除用具一式が元の場所に戻されるか、あるべき場所に戻されるかね、ちょっと一緒に考えよう。うん、まあ、でもまあ、もうフロントの人言う以外何もないけど。それか、そうか、それか、フロントの人に言えへんかったら、その従業員の人があそこ通りかかって、あ、忘れた、あ、って言ってね。で、その上の人、ボスに、そのことが伝わらないまま、掃除用具一式があるべきところに戻されるんかな。ああ、どうしよう、どうしたらいいんやろ。ああ、無理やわ。もうこういうのをちゃんとね、ピシッとね、優柔不断じゃなくね、こうしたらええやろみたいなね、そういう判断ができないんですわ。だから僕、フリー関西人はね、いつまで経っても知らないんです。まあでも普通の行動、お客さんとしての普通の行動は、フロントに今言いますよ。ちょっとなんか、掃除よく意識置いてありますけど、って言って。まあええか、そのこと考えねえか。ね、お客さんやから、ね。日本ではお客様は神様ですから。うん、僕そういう嫌いやけど、うん。でも真っ白になってる今、前は。日本のね、お客様、神様っていう文化は、お客さんの立場の時はええけども、働いてる立場からしたら地獄やからね。それはどうかと思うんですわ。まあまあ、でも今もう、今回のこと考えたら、ちょっとね、お酒飲む、お酒買いに行くついでにちょっとフロントに言わせてもらいます。優しくね。あー、よかったわ。あの直後ね、ちょうど掃除の人来てくれてね、あって言って、ここ開けてね。まあ、フリーカーサーにそこにおったんですけど、で、あ、みたいな。あ、全然いいです、いいです、って言って。あ、いいですか、すいません、って言ってね。うん、これ持って帰られました。よかったわ。これであの人無駄に怒られんで済むわ。だってお客さんね、フリーカーサーでこのお客さんは何とも思ってないんやから、別にあの人怒られる必要ないからね。で、怒る方も無駄に怒るのも手間やと思うし、いや、みんながウィンウィンになったわ。フロントに言いに行く前にね、あの人気がついてくれてよかったわ。めちゃめちゃ僕喜んでます、今。みんなウィンウィンになってよかった。はい、問題も解決したのでね、それで行きました。いやー、よかったわ。あの人怒られに住んでよかった。はい、で、気を止まってんのこれね、これ JR 難波駅なんですけども、その上です。うん、気持ちいいわ。てか多分ね、難波で泊まるの初めてちゃうかな。どうかな。今すごいいい気持ちやもん。拠点が難波にあって、その状態で難波歩くの初めてな気がするからね。今めっちゃ気持ちいいです。てか、なんか工事してはるわ。まあ、工事頑張ってね。うん、まあ、さあいいんですけどね。で、外で出てきたらね、なんかお腹空いてきたから、もうなんかご飯食べるわ。ご飯食べてその後、お酒買ってね。で、酒盛りしましょうか。晩ご飯は五右衛門スパゲッティ食べました。五右衛門言うたらね、このハーフ&ハーフのセットにね。で、飲み物はクリームソーダです。もうこれで決まり、幸せなひとときやったわ。
で、今ホテルの部屋帰ってきたんですけどね、さっき昼間やったんですけど、今夜になってめっちゃ綺麗。ニューヨークがーい。あらー、すごいねー。まあ、まだ夜、完全に夜になってないからね、その昼と夜の間、夕方ですか今当たり前のこと言いましたけどね、めっちゃ綺麗。夕方の夜よりですね。そうか、エリミさん、この景色を見せよう思ってここに泊まらせてくれたんですね。信じられない、めちゃめちゃ綺麗。あ、なんか UFO 飛んでるなー思った。これですわ。反射してますな。ちょっと電気一回消そうか。めっちゃ綺麗やね。うわぁ、これ多分伝わってないんちゃうかな、見てる皆さんにはね。伝わってるか分かれへんけど、実際この肉眼で見たらめちゃめちゃロマンチックやで。うわぁ、ロマンチックやわ。あー、あの下関以来やね。下関じゃ文字、北九州の文字以来やね。そうか、大阪でニューヨークみたいなホテル泊まれるとはな。でもまあ結局電気つけたんですけどね。つけたんかーい。これ見てみ、これ。スクラッチ。ナンバーパークスじゃないわ。ナンバーナンナンっていう地下街があるんですけどね。さっきスパゲッティの五右衛門食べたでしょ。そこでもらったんですわ。これ三つもあんねん。ええやろ。スクラッチやで。これギュギュギュってやったらね。一番いい A 賞やったら3000円分のご利用券もらえます。まあ、これ3枚やるから1個ぐらい当たるんちゃうかな。1個ぐらい A 賞当たるんちゃうかな。思ってます。最悪でも C 賞は当たるでしょ。300円。300円ぐらい当たってもらえな困ります。いくら運悪い言うてもね。これぐらいは当たりますよ。 A 賞は無理かもしれんけど C 賞ぐらいはいけるでしょ。当たれへんのかーい。今スクラッチしながら笑ってしもたわ全部外れなんかーい。なんでやねん、なんで300円も当たれへんねん。まあそんなもんか。しがないフリー関西人ですからね。まあ、ちょっと調子乗りました。すいません、僕調子乗りました。はい、全部外れです。 A 賞の3000円なんて夢のまた夢でした。自分のレベル受け入れてね。お酒飲みます。もう買ってきたんですわ。はい、またこれね。わさビーフと、この前これわさビーフ食べてね、久しぶり食べてね。めちゃめちゃうまかったんですよね。で、いつもの、これね、セブンイレブンの飲むヨーグルト。これが美味しい。セブンイレブンの飲むヨーグルトやったらもう間違いないからね。はい、で、あとこれね、レモンドを買いました。もういつも通りさ、これちょっと飲みます、ここで。なんで今調子乗ったんやろ。にー、あっかくか、あいたあいたあいた、あー、レモンド、これがね、美味しいんやわ、ほんまにね。このレモンドと飲むヨーグルトがよく合うんです。うん、もう今年入ってからずっとそれ言ってるけどね。あ、インタビュアーさんも食べり、このわさビーフね。うん、これ美味しいから。うん。インタビュアーさん、こんなん食べたことないやろ。そんな顔してはるわ。うん。あ、インタビュアーさん、今日、貝柱つけてへんね。もうやめた？もう飽きましたか？あー、そうでっか。なんかその代わりに伊勢海老ついてるけど、何してんの？なんでここに伊勢海老ついてんの？頭おかしいんじゃ。はい、ってことで今生配信終わりました。そう、今日木曜日やったんですわ。そうだから今日10時から生配信させてもらいました。ん？で、今日の生配信の話題はね、最近若者がやばいって言葉の代わりにえぐいって言葉を使ってるっていうのと、あとマスクね、マスクのね、マスクってね、耳にかけるじゃないですか。ね、でも耳って音を聞くためのものでしょ。音を聞くための耳に人間はこのマスクのね、これをね、ヒュイってかけてね、で、あのマスクしてるの可愛いなっていう話なんで、ちょっと意味わかんないですね。まあまあそんな話です。はい。多分ね、神様はね、人間の耳ってね、マスクを引っ掛けるために作ってないと思うんですよ。うん。やけども、人間みんなね、特にもう最近もう全人類がね、耳にマスクね、の紐引っ掛けてね、で、こうやってやってるでしょ？うん。まあまあまあ、ええか、この話は何言ってるかわからんと思いますけどね。可愛くない？耳にね、こう引っ掛けてる人間たちね。うん。まあまあ、いいわ。都合よくここに耳がある、あったからね。あ、ここにかけたらいいや、ちょうどいいやん、って言ってね。ヒュイってかけてるわけでしょ。まあまあ、何言ってるか分かれへんよね。はい。で、ちょっと、寝ますもん。あ、で、インタビュアーさん？インタビュアーさんは？あれ？インタビュアーさん？あー、多分お風呂で溺れはったんやわ。あー、あかんわ。あの人、金槌やからね。お風呂で溺れはったんやと思いますよ。あ、そうか。まだ明日の朝になったらまた、水全部引いてね。うん、また生き返るでしょ。はい。じゃ寝ますわ。はい、おやすみなさい。
あ、インタビュアーさん、電気消しといて。あ、でもインタビュアーさんもう死んでる、死んでるじゃん。お、溺れたんか。なんであかんわ。はぁ、朝ですわ。朝ですわ。はぁ、ふいしょ。はぁ、朝ですわ。まあ朝の8時半なんですけどね。今日は9時半に、あの、エリミさんとね、このホテルの、あの、ロビーで待ち合わせ。うわぁ、早すなあかん。うん。エリミさんもこのホテル泊まってるんですわ。うん。なんか昨日夜遅くなるけど、なんか僕も泊まりますんで、みたいなエリミさんがね、言ってました。はい。で、外の景色は、おー、ええー、ねえ。夜景もええけど、昼もええわ。電車も走ってるしね。あれ、ほら、電車あるでしょ。ちょっと見えたか分かれへんけどね。電車走ってるしね。あー、向こうのやっぱりね、この高層ビル群っていうか、タワーマンっていうか、もう石この下のね、これこれ、この高速道路もなかなか味わい深い。まあ、ちょっと朝ごはん食べようか。で、今日のね、朝ごはんはもう買ってあってね、そう。できるフリー関西人は、朝ごはんも前の日に買ってあるんですわ。はい、今日の朝ごはんはこれ。塩むすび。そう。フリー関西人の朝といえば塩むすび。そう、混じりっけなしですからね。昆布だし入ってますから。絶品。最高やわ。混じりっけなしやけども、しっかりと味がついてる。それが塩むすび。日本人の心。はい、ってことでね、エリミさんと合流しました。今日はね、エリミさんがね、USJ のなんか、ま、ちょっと秘密の部屋に、あ、エリミさん、あ、なんかサングラスかけてね、かっこいいね。ね、秘密の部屋に連れてくれるみたいでね、ん、まあ、秘密の部屋なんで、ちょっとまあ一応映しませんけども、ん、なんか連れてくれるみたいでね。で、さらにその後、あの、兵庫県のなんか、いい感じの、あの、レストランというか、なんかすごい飲食店連れてくれるらしくてね、ん、楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい。で、これが今日の秘密の部屋への入り口です。これ、ジョーズの近くにあります。で、こんな秘密の部屋ね、撮ったらあかんやろうと思ってたんですけど、中の人に聞いたら、あ、全然撮ってくださいってことやったのでね、中の撮影もできました。撮ってんかーい。はい。でね、さっき言った秘密の部屋に来ました。これね、これ、秘密の部屋です。そう。でね、なんか聞いてみたらね、撮影していいらしいんでね、許可も取れました。はい。でね、あの、エルミさんに出てきてもらいました。ここすごいですね、これね。貸し切りで。まあね、今日めっちゃ USJ 混んでるんですよ。もう学生だらけ。もうある程度もう人混みなんですけど、ここはもうほら。一応貸し切りでね。今だからコロナやから貸し切りでしか無理なんですよね。ね、予約して。ん？でも、そこにスタッフの方おられるんですけど、ん？よかったわ。ん？まあ、こんなところに出てきてもらいました。いやー、すごいわ。あ、で、これ、食う。無料。無料ですよね、これ、ね。コーヒーもね、飲んでね。で、ここの部屋には、一応まあ、カード、住友カードの、なんか、まあ、最上位かな。なんか、持ってないと来れないんですよ、なんかね。ね、カードラウンジ。カードラウンジやからね。だから僕多分、エリミさんと知り合わなかった、一生来れなかったところやと思うんで。いやー、すごいね。ね、しがないフリー関西人の身に余るラウンジです。僕空港のラウンジも行ったことないのにね。いきなり USJ のラウンジですよ。で、ここジョーズにそのまま入っていけるんですよ、なんかね。うん、ってことでね、今からあそこにジョーズね、飾ってあります。これジョーズの裏なんですわ。うん、でちょっとこの後ジョーズ乗ります。ここね、ここに今ね、ここの扉の中入っていけるんですよ。すごいでしょ。はい。で、さっきのね、ラウンジの利用者した人しか通れない道を通って今来ました。これ上手。ほら、優先登場できまーす。いいでしょ。ね。これね、このルート、ね。VIP しか通りません。今日一日 VIP です、ドスコイは。はい。で、ジョーズ乗りました。ジョーズ久しぶり乗ったんですけどね。面白いですね、あれ。あの船運転する人のね、トークが面白い。うん。
うん。もうここ数年はね、USJ 行ったら必ず絶叫系の乗り物しか乗ってなかったんですけど、あのトークのやつも結構面白いですね。うん。これからまた乗ると思います。で、ラウンジなんですけどね、そのスタッフの方も結構フレンドリーというかね、結構おしゃべりしてくれてね、え、なんていうチャンネルされてるんですかって言って、あ、ドスコイって言いますって言ってね、あ、じゃあぜひ見ときますねって言って、すごいいい方々でした。お二人いたんですけどね、女性の方でね。で、続きまして USJ を出て、また阪神電車に乗って、あるところに向かいます。はい、ってことでね、USJ から西九条移動して、西九条から電車乗ってね、甲子園来させてもらいました。で、ここでね、まあ、エルミさんがね、なんか剣持ってるんですよね。はい、そこにね、阪神球場あるんですけどね、そこでなんかビールとか飲める券とかね、めっちゃ持ってるんですよね。 それでね、あの、一緒に飲みませんかってことで、飲んだりご飯食べたりとかね、しませんかってことでね、来させてもらいました。ね、でもね、あの、今調べたんですけど、阪神球場の中ってね、もう撮影しようと思ったらなんか5万円かかるらしいんですよ。こんなね、しがないフリーカーサジがね、そんな5万円なんか払えませんので、しかもなんか要予約の中入ったからね、ちょっと中取れません。うん。だからまあ一応、ちょっと想像してください。ね、なんかナレーションでなんか言いますわ。あれね、甲子園球場ですわ。ああ、僕ね、全然あの、野球興味ないからね、もうほんまこの中多分入ったことないと思うんですよ。多分初めてです。そう。で、初めての甲子園球場が、お酒飲む目的って面白いですね。普通野球見に行くとこなんですけどね。野球見に行くとこにお酒飲みに行くんかーい。でね、エリミさんがこれ持ってきてはるんですよね。今日は、まあ、一応、まあ、野球やってるんですよね、この中でね。ね、だからこうやって僕もじゃあ振っときます。ちょっと撮影できないですけどね。いやー、これ面白いですね、これ。おー。はい、甲子園球場の中で、焼き鳥と、あと唐揚げとポテトと、あとピザも食べたかな？あとビール飲みました。そのビールがでかくてね、もういっぱい飲んだらけで、もううーってだいぶ酔ってね。で、この次の場面ね、だいぶデロンデロンに酔ってるように見えるフリー関西人が出てきます。でもね、もうフリー関西人めっちゃ顔に出るからね、ちょっと酔ってるだけでもだいぶもうデロンデロンに見えるんですわ。うん、でも実際次の場面出てくるフリー関西人は、だいぶ酔いが冷めた状態のフリー関西人ですので、一応それだけ念頭に置いてご覧ください。はい。ってことでね、めちゃめちゃ酔っ払ってるんですけどね。昼間から何飲んどるんやーいって話ですけどね。そう、あの、エリミさんね、この、あの、球場の、ね、年パスというかね、席1個持ってるんですよね。会社でね。すごくない？ね。だからそのエルミさんの会社の名前が書いた席あるんですよ。そう。で、ここそこに、まあ、ちょっとお手間させてもらった感じですよね。うん。でね、お酒飲んで、甲子園のビールってでかいです。でかかったですよね。でかかったですよ。めちゃくちゃ。もう、ね、今ね、フリー関西人なんかもうデロンデロンに酔っ払ってて見えるかもしれないですけども、あの、見た目よりは酔っ払ってないんですわ。そう。あの、もうなんか、記憶なくしそうな顔してるでしょ？でもね、なくさないんですよ。今まで僕ね、あの、お酒飲んで、記憶なくしたこと一回もありません。ええー、ほんまに。そう、ほんまに。そう。よくね、人によってはね、気がついたら道路の真ん中に寝てたとかね、そういう人いるでしょ？でも僕そんなこと一回もないんですわ。すごいでしょ？ね。初めての阪神球場めっちゃ良かったですよ。そう。あの、ドゥーン、トゥトゥルトゥー、トゥトゥー、トゥトゥルトゥーってね、あの音楽すごい耳に残ってね。まあ、ってことでね。ちょっと次またね、行くと、あの、連れてってくれるらしいので、あ、某所に、ちょっとね、あの、行きます。てかもう、あの、エリミさんめちゃくちゃファンキーな、いでたち。あの、サングラスをヒッピーじゃないけど、なんていうんですか、なんか DJ みたいなね、ヘイヨーって言いそうですね。あ、でも結構酔っ払ってましたね。結構酔っ払ってるんかーい。でね、また電車に乗って、また阪神電車乗ってね、続いて大阪に戻ってきます。で、どこに着くのかな？はい、続きまして来たのは、これ！今度は京セラドームですわ。もっと大阪ドームですよね。もうドームはしご。ね、そんな人いませんもんね。そもそも試合の途中で出かけ、あの、甲子園球場から出る人はいませんもんね。そう。でね、今日これ見てこれ。かわいいでしょ。ねえ、これあの、パステルですわ。そう、あの、滑らかプリンで有名なパステル。僕もよう食べました、昔。うん。で、最近パステルってね、お店だいぶ減ってるんですけど、京セラドームの横の4モールにはある、あってね。そう。で、食べながらちょっとまた、オリックスの応援しようかー言うてね。甲子園球場と同じでね、また撮影はできないんですけども、ちょっと。大阪唯一の球団ですよ。あ、そう、オリックスね。なんか、去年勝ったとか、ね。優勝戦。すごいですよね。優勝って、すごいことですよね。ね、すごい、急に強くなったんですよね、オリックスがね。ね、
あなんかね、大阪とか関西で球団やったら阪神がね有名ですけども、ね、大阪では大阪オリックスだそうです、うんうん、僕もねあんま知らないですけどねちょっと楽しんできますわ、うん、行きますか、行きますか、ね、皆さんの代わりにちょっと僕楽しんできますんで、皆さん家でゆっくりしといてください、うんはい、終わり。その後京セラドームの中でね、パステルっていうあの滑らかプリンで有名なやつ知ってます？昔流行ってね、僕のあのママとパパもね、おとんとおかんもうねよく買ってきてた懐かしいプリンなんですけどね、それを食べて、あとなんかプリンアラモードみたいなやつも食べながら野球の観戦をしました。んまあ、 あのフリー観戦じゃあんまりルール知らないんですけどね一周回ってくるっと一周回ったら1点っていうのは知ってますので、まあ、それだけでも楽しめたのでね、ん皆さんも一回行ってみてくださいね。はい、じゃあさよなら。楽しかったです今日は。でこの次の日にね、チャンネル登録が6万人超えまして、メインのチャンネルの方なんですけども、どこにでも行くとすごい6万人超えまして、これチョコの盾いただきましたこれね、エリミさんのお知り合いの大阪府堺市上野芝の駅の近くにあるフランス菓子アンフィニーさんっていう、ね、お店で作っていただきました。これすごないチャンネル登録5万人の時はね、昨日盾いただいたんですけども、ホットログさんにね、でチャンネル登録6万人はチョコの盾ですわどんな YouTuber なんやーい終わり